では折り始めたいと思います。 7.5センチ、 こちら表裏どちらでもいいですけど、まず半分に折ります。開きます。上下の縁を真ん中に合わせて折っていきます。向きを変えます。同じように半分に折ります。開きます。同じように上下の縁を真ん中に合わせて折ります。では色柄を上にします。下の縁をこの一つ上のこの折り筋こちらに合わせて折ります。もう一度こちらの縁で折り上げます。裏返します。こちらね、こういう風に裏返したらここの縁、こちらの縁をここの折り筋に合わせるように折ります。はい、こちらを向けるとこうなります。そうしましたら今度はここの折り筋、この縁が出てる、できている一つ上のこの折り筋からライン上こういうふうに斜めに折るんですけど、この一つのここの幅よりもう一つ隣の四角の幅、この半分あたりここのライン上で折ります。この時このようにつまみながら折ると分かりやすいです。こういう感じで端と端を合わせてからしっかり折ります。そうしましたらこことここの角を少しずつこのように折って丸みをつけます。こちらも裏側こういう風に折ります。ここ5ミリぐらいです。そうしましたらここの折り筋とここの折り筋この幅のこの真ん中あたりからここの上から一つ目下この折り筋の端、このライン上でこのように斜めにこういう感じで折ります。こういう風になります。ちょっと真ん中より上でも OK です。こういう感じで折ってください。次5センチ×2.5センチ、このまま白を上にして半分に折ります。はい、こちら向けます。で、こちら一回開いてこの左上を少し角を少し折って戻します。ではこのままこの状態でのり付けします。でここへこの辺りに貼ります。こういう感じで貼ります。ここ少しこういう風に折り曲げます。ここにこの白いこういう模様をつけたい場合は 2.5 センチを半分に折ります。半分に折ったら
ここの部分に一旦挟み込んで、こういう感じにしてから、このはみ出た部分を裏へ折り込むと、このスニーカーのこの上のこういう模様もできます。どちらでも OK です。こちら 1cm×7.5cm できたら先にこちらを三つ折りします。折った時にこの幅が同じぐらいになるようにしてからこちらを折ります。はい、で開きます。はい、もう一度ちょっとしっかり折り直します。よいしょ。はい、折りましたらここちょっと難しいですけど半分に折ります。はい、そうしましたらここのり付けして貼り合わせます。そうしましたら今度この先ほどつけた折り筋で一旦切ります。これで3つ同じものができます。もう1枚も同じようにします。これで6個できました。次はこちらをのり付けしていきます。はい、まずこちらをこのようにのり付けします。こういう感じで、で同じように同じ向きでまずちょっと1センチ間隔でのり付けしていってください。はい、そうしましたらはみ出た部分は裏側へ折ります。この状態だけでも全然 OK です。さらに足したい人はこういう感じでのり付けして、こういうふうに軽く斜めにこういうふうに貼ります。ではみ出た部分をまた折ります。で同じようにしていきます。このままでも全然もう完成でも OK です。こういう感じで先ほど作ったようなこういう模様をつけたり、こういう模様をつけたい場合はこういう折り紙の切れ端などを使ってこのようにバチッとライン状に切って貼り付けたり、三角に切って貼り付けたりしていってください。先ほどと同じように同じものを作って、こういうふうに紐もつけてもいいんですけど、こういうふうに100円ショップでこういう細いマスキングテープも売ってるので、こういう感じでマスキングテープを貼ってもいいですし、模様に使ってもいいと思います。次はスケート靴を作る場合です。ここまで一緒なんですけど、今度はここの折り筋の端とここの折り筋の端、このライン上で折って少し高めにします。それからこれを先ほど折った同じように貼り付けます。ちょっとこれも上の方にずらしてこういう感じで貼ります。するとこんな感じになります。同じく1センチ、こちらも同じように三つ折りしてから
こう広げるんですけど、半分でもいいんですけど、ちょっとできる人はこういう風に三つ折りにしてください。こういう感じで折って同じ幅にしてから、もう一つこういう風に折って細くしてください。で、難しい人はこの1センチのままでも OK です。で、またこういう風に 2.5 センチ間隔で切っていきます。はい、そうしましたらここをのり付けして、ここ貼ります。はい、こういう感じで貼ります。よいしょ、ちょっとこうですね。はい、はい、こんな風になります。次は15センチの4分の1と、こちらは12センチ、こちらを白を上にして半分に折ります。開きます。こちら上下の縁を真ん中に合わせて折ります。このまま半分に折ります。少し軽くこういうふうに半分に折ります。軽くで OK です。こんな感じで、そうしましたら今度はこの左の端を真ん中に合わせて折ります。そしたらこの幅の半分あたりで、こういうふうに上に斜めに直角に上げます。こうですね、こういう風になります。そうしましたらここを斜めにこういう感じで、はい、折ります。こういう風になります。次はこの端からここ2センチぐらいのところで、こういう風に斜めにこんな風に折ります。はい、裏返しまして、このままこの角を支点にまた斜めにこういう感じで折ります。はい、これでこちらは出来上がりです。あとはのり付けするんですけど、こちらの強粘着のテープのりがおすすめです。普通ののりとかの方がいいと思います。で、こちらをのり付け、このあたりをのり付けして、このままこういう感じで貼り付けます。はい、もう一つも同じように、よいしょ、あります。はい、はい、スケート靴も出来上がりました。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。